チェンジの時ガンサバイバーストーリーおはようございます八木崎ですガンは日本人の2人に1人がかかると言われる身近な病気ですこの番組ではガンと戦う皆さんとともに今と未来について考えますガンと向き合う中で気持ちを前向きに変えることができた瞬間チェンジの時についてお話を伺います この番組は小野薬品工業と日本対岸協会の提供でお送りいたします。ゲストの方をご紹介しましょう。前回に引き続きまして、歌手の朝倉美キさんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願い,いします。今この曲が流れておりますけれども、はい、<laughs> 私のオールタイムナンバーワン応援歌。<laughs> もう時代が進んでも。 やっぱりこれが一番なんですよね。すね一番元気が出るし、涙も出そうなんで嬉しいです。ありがとうございます。つも元気をいただいております。まあ、そういった元気を与える側の朝倉美希さんが初めて乳がんを経験されまして、はい、公表するときにはいろんな葛藤があるっていうお話を先週いたしました。はい、でも公表してみて、新しい役割が生まれましたよね。そうですね。やはりまあ皆さん。 まあ私の場合はあの抗がん剤治療も放射線治療もないですけれどもまあもちろんそれなりにあのホルモン治療でもいろいろあの。 副作用があったりいろんなことをしつつ皆さんと一緒ですよみたいなところまあ私より元気な方たくさんいらっしゃるんですけれどもそれでも何かこう皆さんと一緒に元気になれるかなっていうなんか役割ができたかなっていうのはありますすねねそうです、ねはい、2017年に乳がんであることが分かりまして左乳房全摘出手術を経験されていますがこの手術のお話少し聞かせていただけますか で私はあの左にも前敵と同時に再建をしているんですね。はあ、麻酔のその回数を減らしたいっていうのがあったので、はあ、あの同時に再建をまあしてもらったっていう。はあ、一般的には摘出手術の後しばらく置いて再建するかどうかをまあゆっくり決めてっていう感じですよね。はいえー、それを一気にされた一気にということですね、はい。あの実は歌うって結構バランスが非常に大切で。 で一瞬その最近をどうするかすごく悩んだんですけれどもまあ多分タイプ的にホルモン治療であろうというふうにあの先生からお話を聞いててまあもちろん手術してみないとリンパに転移しているかどうか分からないんですけれども全摘する時に「すぐに歌いたいんですけど」って言ったら「 っていうか先生すすすぐに歌いますって私が聞いたんですそ, <laughs> そしたら先生「大丈夫よ」っていうふうにおっしゃってくださって「本当に大丈夫ですか?」っていうかもう1ヶ月ぐらいから全然って言われて「<あー> <laughs> えそうなんですか?」って言ったら「もう3日したら歌えるわよ」って「3日って入院してるわよね」って思ったんですけど <laughs> でも一応3日目にですね声を出してみようと思って声を出してみたんです病室で。 ななんかか出るかもしれないって思ってそうで,すか、はい、でまあどこまで歌えるかは、まあ、その時は一曲は歌ってなかったんですけども一応声は出るから大丈夫だろうとただ一曲歌えるかどうか分かんないから、まあ、少しずつこう徐々にあの声出しをしていこうって思って先生に一応声出していいかどうかっていうのとあとリハビリをあの乳腺ってあの胸から上て だけけがリリハビリなんですけどそれだけだとちょっと筋力がやっぱり落ちてしまっているのであの先生すぐに歌えないから何とかできないだろうかって言ってその体幹をちゃんと鍛えてもらえるような方法をリハビリの先生にとってもらえないだろうかって言ってご相談をして「特別ね」って言ってそこはやっぱり特別にしていただいてですねあ<ー>。であの病室で全部 あのリハビリの先生来ていただいてやっていただいてたんですよ。そうですか。はい、再建手術っていうと見た目をその優先してやるものだっていうそういうイメージがあるんですが、そうですね。体感だったりとか体のバランスということを考えても重要なものなんですね。はい、やっぱりその一つの片方だけの胸をあの普通に重さも違うしでえー、っとなくすってことは。 バランスが取れないだろうなって考えただけでもちょっとすぐ浮かんできたのでそうすると歌いづらいなっていうのがちょっとあったんですねそうですね、はい、胸って意外と重たいんですよね重いんですよ意外に1つかオレンジ1つぐらいの重さは十分あるって言われてますので,、はいえー、で今も最近してもやっぱりどうしてもあの左の方に、えー あ右,か右の方に最近してない方の胸の方にやっぱりどうしても T シャツが寄っていっちゃうので多分これだけあのバランスっていうのはああの違うんだなっていうのはあるんですね。もしかしたらその一般的にはその胸の手術と声って関係ないんじゃないかって思われる方もいらっしゃるかなし思ないですけどが多分いらって、はい、はすごくつながってますその 逆に言えばその再建の方法もインプラントにするかそのジガでするかっていうので先生と矯正の先生とご相談をして矯正、はい、の先生とはえっとジガにした場合にこっからこうあの後背筋がどうのコノっていうと先生後背筋はどういう動きにあの影響しますかっていうのをちゃんと聞くんですね、はい、大体なんとなくわかるんですけどそうするとあ後背筋はあ歌手だとダメだよねっていう<ー>。<laughs> うん 隔膜を動かさなきゃいけないのでその動かないっていうことはもう箇所にとっては致命的になるのでとりあえず横隔膜を動かせる方法を考えてほしいっていうふうにしてで考えていただいてでそうすると自我だとあとお腹から持っていくとかいろんなことがあるんですけどお腹の腹筋を持っていかれると歌えない。 とかっていうのがあって、結局はインプラントにしようっていうので、インプラントにしたんですけど、実際歌い方っていうのは変わったんですか。あの歌い方自身は手術をして、これがあの私はちょっとラッキーだったんですけど。手術をしてみて、あの力を入れるとどうしても。あ、えーっと、手術した方が痛いんですね。あの、やっぱりその傷口になってるので、で、そこの痛みを。 えっと抑えるためにはどうやって歌えばいいんだろうっていうふうなのをえっとライブを術後3週間でライブをすることになってたのでであのライブの前の1週間くらい前にい実際にマイクを通して歌わないと分かんないんですね。で実際にマイクを通して歌うとちょっとなんか前側だけに息を入れると歌えない っていうのが分かってでどうやって歌えばやればいいんだろうというので背中側に空気をとりあえず入れようって言ってでそっちに入れられるように自分でコントロールするのちょっと必死になって。 今までずっと寝てることが多かったので、はい、どうしてもやっぱり前側にしか空気が入ってくれないんですよ息が私たち一般人は前でしか息してないと思うんですけどとあのプロの皆さんは背中にも息を入れて,、はい、入れて膨らまてを大きくするんですよね。 も一からのスタートっていう感じたでたねでただその前にいろんなボイストレ,ートレーニングの先生とかに教わってることがそこで初めていろんなことに「ああの時教わったのこうやって使えばいいんだ」とかっていうのを発見できて力入れられない分インナーマッスルがめちゃくちゃ効くので<ー>声がすっごく出しやすくなったんです。 まがんにならないのがまあ一番なんですけれども、はい、なったらなったでその皆さん教訓を得たりとか前向きに捉えてそうです、ね、多いですすねね多いよ結構私のお友達もあのもちろん再発したりあの抗がん剤治療をしてっていうのがあって、まあ、もちろんその時はすごく沈んだってやっぱりおっしゃるんですけどえそういうふうに見えないってもう前向きに行かないとこんなのずっとしょってたら。 あの人生たまったもんじゃないわよっていうふうにそうよねって言ってみんなこう,う本当に前向きに前向きに考えている人が私の周りには多いかなっていう本当にお元気そうでますますパワフルなポジティブエネルギーにあふれた朝倉さんなんですけれども今神奈川県藤沢市の地元の乳がん検診率向上のための活動もされてらっしゃるんですか、はい、藤沢市っ結構検診率低かったので であの「主治医の先生が低いのよ」ってずっと言われていて <laughs>「ずっとちょっと待ってください」って「それにはどうしたらいいんですか?」って言って聞いたらあのその行政との関わりを持ちながらやらないとなかなかできないからって言われて私藤沢市の応援サポータータなんですね、ええ、なので行政との関わりが非常にあの密なのでだったらって言ってあの、まあ、ならないない 日光したことはないんだけれどもやっぱり定期的な検査っていうのはやっ起きてもそれによってあの早期発見しすれば早期治療すれば治る病気であるっていうこともアピールをしていかないとやっぱり皆さんすごく私もそうだけどもがんっ,って言われた瞬間からやっぱりすごい怖さが出てきてしまうので怖くないんですよっていうことを皆さんにお伝えしていければあのあだったら ちょっとマンモ痛いんだけど受けてみようかなっていう気になるかなっていうふうに思ってであのちょっと今実行委員長をやらせていただいてて実はもう NPO 法人に IO+ プラスという NPO 法人にあの移行してまあもちろんあの乳がんだけじゃなくってあのいろんまあ乳がんを中心にあの少しずついろんな他のがんの支援もしていこうっていうふうに 思ってて立ち上げて実は東京の,その豊洲にあるマ巻ズ東京のような施設を湘南にも欲しいなってもう一人一緒に立ち上げてもらって。 ているのがあの元プリンセスプリリンンセセススののドラマの富田京子さんなんなですね、はい、でやっぱり音楽アーティスト同士っていうのもあってだったらいろいろと音楽を通してみんなにいろんなものをあの分かってもらえるようにしたいねっていうのがま,あまず最初にあった私たちの特徴ってそうだよねっていうので,で一番最初立ち上げた時はあの鶴の武さんとかいろいろ藤沢のアーティストにみんな手伝っていただいて。はい で他にあの声かけなかったアーティストに怒られて「すいません」とか言いながらですね <laughs> で最初はコンサートみたいなことをしつつその間に講演会をねおあので乳がんについて先生方にお話ししていただいたり読書をしてで音楽とともにいろんながんの皆さんをあの支援をしていこうっていうのがまあちょっと 特徴かなっていうふうふに思ってますそうですね精力的に活動されていらっしゃるんですが、はい、さらには日本対岸協会の授業であるリレー・フォー・ライフにも参加されてるんですよね。はい、お声かけていただいて、はい、24時間はさすがにいられなかったので <laughs> ちょっと短時間でしたけどこれからの夢などありますか目標など。 まあもちろん歌をずっと続けながらえとその歌でもやっぱり皆さんにいろいろ癒しの効果があるような何かそういう私が習ってきたものとあのちょっとあのコラボしながらなんかこう皆さんが運動しながら私の曲っていうかなんかそういう,こう癒し系の曲をかけながらなんかほっとするような。

お送りしてきましたチェンジの時ガンサバイバーストーリー番組では皆さんからのご意見や感想をお待ちしておりますメールアドレスはチェンジ CHANGE アットマーク ABC1008.com です抽選で番組オリジナルクオカードやガンサバイバーを支える一冊ドクター書添公文万有記をプレゼントいたします また今日のトークの様子は LINE LIVE 公式アカウントそして ABC 公式 YouTube でも動画配信をしていますこちらもぜひご覧くださいチェンジの時ガンサバイバーストーリー来週もこの時間にお耳にかかりますお相手はヤギサでした素敵な日曜日をお過ごしくださいこの番組は尾野薬品工業と日本対岸協会の提供でお送りしました